い、こんにちは。はい、こんにちは。霊視研究家、ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。ムイです。これ見てください、皆さん。これ、新しい旗。カッチャンが作りました。僕作りました。ちょっとね、くしゃくしゃやけど。これ、かっこよくないですか？かっこよくない？これ。すごいよね、このなんか、これ一人で作ったって聞いてさ。そう、丸一日かけてやっとった。気づいたら夜の6時やった。すごいでしょ？綺麗に作ったでしょ？描いたの、定規使いながら。あ、だからこんななんかその線がピンとしてるのか。そうそうそう、まず定規できちんとやってで、こういうムイとかカッチャンっていうのはまず1枚ずつプリンターして、うん、で描いてある下に写る紙あるやん、なんとか、はい、あれを置いてで描いてこれやったんや、全部ファー、これもそうだよ、全部定規で映るやつで、うん、全部定規できちんとやって、ここもきちんと、ほんでわざとこれ剣を小さくしたの。本来は立体感があるようにこういう風に見せたかったもんで、斜めに、だけど全然やった、ただのちっちゃい剣になっちゃった。で、ムイをどこに置くかっていうのも全部やりながら一個ずつ貼ってテープで、うん、で、あ、この辺だなっていう感じで、だけど安藤をもうちょっと上に上げてかっちゃんも上げれば、俺も目立ったのに、かっちゃんだけも目立ってない。お前と俺の後ろに全部隠れてる。なんでこったい。でもきちんと書いたね。これ上げないよ。もう一枚作るのはだるいな、これ。おー、こんなのもうやだよ俺。こんな苦労するの。はい、てなわけで、まあ、はい、油断はそこに置いといて、今日の霊視研究家がやるものはダウジング。ダウジング、はいはい、石使ったやつですね。そうです。これをある女性に来てもらって、毎週日曜日借りてるちゃんぽん屋さんのお店の中で撮りました。はい、撮影させていただきました。さ、はい、まあどうだどうだ、君から見てダウジングは。まあやっぱ改めてね、その見るとすごいよ、すごいよ。だそうです。本当にすごいと思うよ、見とる 見るとね。だから変な話、手が動いとるんじゃないかと思う人は2倍速で見ると分かりやすいかもしれないですね。2倍速っていうか速さを変えて、そうそうそう、手がそのちょっとでもブレてるように、ブレブレブレって震えとるのか、うん、本当に止まっとるのかっていうのが分かりやすいと思いますよ。うん、うん、疑う人は疑ってください。信じる人は信じてみてくださいね。ガリレオでもこれドラマでもこの科学は証明されたとか言ってるじゃん。なんかその石使ってやるやつね。そう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 、筋肉の動きで回るとか言ってるけど、筋肉の動きが左や右やら縦やら斜め縦や横やにどう動くんだろうかと。まあ一方向、左方向だけにまっすぐだったら筋肉のなんかあれできるかもしれないんだけど。そう僕の場合は違います。うん、そんなものじゃないっていうのだけは、ね、これでだいたいこんな感じだよっていうのを見せた上で、次は視聴者に参加してもらおう。見てください。そう。一回なんか絶滅したコンテンツなんですよね。そう。そう。もう何十年前にやってインチキだどうたらこうたらって言われた私の師匠もいますし、もうその、うん、嘘つく方々がやりすぎたせいで全部嘘だと認定されて一回絶滅したコンテンツなので、うん、コンテンツをこの霊視っていう、まあ霊視これはまあ霊視、まあ、霊を見るんだけど、この場合はもう僕の霊感を石に送り込んで相手の守護神から伝わるものを引き寄せて、そこで結び合って初めて動き出すという。今回動画を見てみれば分かるけど、石の重みが変わったりして、いろいろそういうのも試しながらやってみます。霊感を幽霊にも使えるし、霊感占いっていうかそういうのも使えれるっていうものをちょっと試したかったっていうのもあるんですよ、僕。
死んだ人間にも生きた人間にも使えると、うん、そうそういうのをみんなに分かってもらおうかなと、うん、だから今回はまあ心霊ではないけど、まあ、霊感を使って霊視で 霊感の能力で意思を動かして相手の意思を呼ぶ、相手の願いをどう教えてあげ背中を押してあげられるかっていう占いなんですよね、今回のやつは。はい、うん、言い方難しい、言い方難しい、もうただ見ろあ、ではもう VTR と映像いっていいですかな、なんか喋ることある、映像いきましょう、はいぜひ短い動画ですけど、本当に無口ですけど、無口なことでずっとやってますけど、本当皆さん楽しんでみてください。かっちゃんの霊視っていうのは すごいっていう感じなんですけど、一回見てください。本当どうぞどうぞ。なんかもっと VTR スタートみたいな、それなんか振りやらなくていい。 VTR GO！さあ、じゃあ皆さん、今から、ダウジングしてみます。いきます。まずね、彼女のね、気をピンと手張ってね。で、今彼女の手の上に今気を乗せてます。これちょっと面白いことやってあげようか。今感じこうでしょう。さっきの重み感じとる？感じた？重み？うん、これでどう？この重みを覚えといてね。うん。同じ場所の上でどう？軽い？お、偉いね。感じる？やっぱし重さ感じるでしょう。全然違うでしょう。全然っていう、めちゃくちゃ微妙、うん、微妙に違うでしょう。これが面白いです。では。彼女に今から祈ってもらいます。この願い事を。いきます。今集中してます。えれ考えてますね。なんで考えとるの？これは。カメラマン、上からも撮ってね。は？スマホで。手が動いとるか。手が動いとるってやばいね。手が動くんで動いてもないんだ俺。あ、止まった。来た。まだ来ない。今度は斜めに降り始めたぞ。あ、来た来た。来た。今右に回ってるよね。これは時計回りだな。すげえ。願い やめて。
2回やめたら止まったでしょ。すごい。 OK です。はい、カット。カット、カット。願いやめてっつって願いやめたら止まり始めてくでしょ。ね、怖い。でしょ、インチキじゃねえやろ。で、しかも、ね、目をつむって、うん、グッてこっちに力入れるとすごい振り出す。違うの、でも私的にはこの、うん、これをほんで今どっち回りかっていうのはここには書いてあるわけじゃん。書いたね。僕は知らないわけや。あなたも知らない。あなたしか知らない。はい、じゃあ開けます。じゃあ開けます。今は右回りしました。はい、じゃあかっちゃんに読み上げてもらえばいいのかな。今の仕事が自分に向いているか。左回りしか。左回りっていうことは向いてる。向いてるって思ったらイエスだったら左回りっていう意味だったの。向いているだったら左回り。向いているか左回り。で、いくと右回りやから今の仕事、今なんかあれ自分が向いているかって言ったら向いていないっていう。向いていないだった。うん、向いていない。ちょっとショック。嘘。うん。逆に左に普通に触れると思ってたから。すげえ考えてたからさ。だいぶ考えとる時間が長かったぞ。うん、っていうのはどういう意味？いや、本当にこの子が最後までこの仕事をやり続けるかの迷いなんだ、今のこういう子が。なるほどね。そうすると、多分どっかで今の仕事が嫌になる時が来るっていう証拠。うん、それはそうは思う。けど、今っていう今にフューチャーした時は向いてると思ってたけど、そうそう、まあそういう。だからこれは 今の仕事やで、今の仕事やから、うんうん、今やり始めて、うん、今楽しい時期なのよ、うんうんうん、だから こう今のダウジングの場合はほぼ未来の数ヶ月から、まあ、5ヶ月以内のことで占うから、多分5ヶ月以内に多分自分はこの仕事にはちょっともう嫌だなっていう時期が来るっていう。え、その時は、うん、さよなら？さよならというより自分が違う仕事に来るのか、うん、別のことをやるか別の人とやるかとか。そう人もそう、今の仕事に向いてるかだから。うーん、この向いてるかっていうのは一番きついね。あ、向いているってなってほしかった。向いているかっていうことは疑問文になっちゃってるから。うん、でしょう、うん、要するにじゃあダウジングはじゃあ向いてるかっていうことはいずれ向いてなくなっちゃったらどうしようかなっていう。うん、うん、あ、向いているで終わった方がいい。向いている、やるべきかとかかつけちゃうもうアウトなのよ。へえ、うん、だから自分が今こう来て今は楽しむ、だん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 楽しくなくなっていくかもしれないっていう、そこの狭間だね。さっきのあの長い横揺れ斜め揺れは、うん、で決まったのが右回り。要するに今は楽しいんかもしれん。この数ヶ月、5ヶ月以内に、うん、また連絡ちょうだい。分かった。これは、はい、これはとりあえず終わりましたね。これカーで終わってるやつ書き直したいだね。カーはやめた方がいいぞ。あ、ルーで終わってるわ。はい、パート2でいきます。2枚目のね、占いをしていきたいと思います。ダウジング行ってみようと思います。では、ごめん、左手に変えてくれるかな。はい、よし。じゃあもう一回左手に、この重みを覚えておいてね。うん、
え、逆になった。重くなった？重くなった。すごいね。え、なんで？面白いんですよ。さあ、思い念を思いっきり手の甲に開か、手のひらに集中してください。目をつぶってでもいいですから。むいくん取っといて、カメラ手動いてるか。動きが早い。あれ、また悩んどるぞ。縦だな、今度は。あ、結果が出てきた。変わらんな。念を止めてください。え、念止めてもずっと動きっぱなしになる。これ強いってこと？強いってことだな。さあ皆さん、これがインチキであるかインチキじゃないか。すごい、ね、入ってねえのにまだ来るな。じゃあ俺が止めよう。オッケー、止まりました。止まりました。どう？すごい。どう？これはね、吉報ですよ。うん、マジ？はい。さあ、じゃあ、じゃあオープンしてください。はい。これは吉報ですよ。嘘。うん、覚えてねえな。覚えてる。だって、え、左回り。結果的にはどっち回りだったっていう。左でしょ。はい。将来結婚する人は同じ会社の人であるか。イエスだったら左回り。見えるかな。すごい。多分じゃあもう会社のその同じ会社の同じ中の人と結婚するってことだって。すごい。これ当たったらあの教えてね、動画流すで。すごい。皆さんもね、これどう、むいくん。あの、石の回転が早かったのはどういう理由なんですか、あれ。結構きついってことは。急、一気に反応したで。だからこれ一番き、一番多分、これベストか、ね、うん、当たるかもしれん。ああ、効果が強いのか。迷子になってたりすると、ちょっと。悩むけど、うん、悩んだけど、もう真っ先にもう反応したで。うん、最初から左だったの。うん。いや、なんか、相手からすごいアプローチ来るんかな、みたいな、そんなこと思ってた、早い分。アプローチなのか、何かのきっかけってやつだよな。それも来るってこと？そう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 。だから、で、申し訳ないんだけど、はい、なぜ左に変えてって言ったのが、うん、これ多分、恋愛問題じゃないかなと思ったの、俺。すごい、なんで分かったの？は？俺、悪いけど、
能力者だよ、はい、あなたの心ぐらいいくらでも読もうとも読めるけど、はい、だからきあの多分これだけは左にした方がいいなと思ったの、はい、すごい。どうどうですか皆さん、どうですか皆さん。一応ね、僕もねさっきは右でやったんですけど、どうしてもこれだけは左にした方がいいっていうことで左にした。左は結婚指輪とかもつけるから左は結婚っていう恋愛問題で左はよく使うんだよ、うん、だから、うん、これは左にした方がいいなと僕が思って左にさせてもらいました。そこまで読んでるすごい。疑っとるやろ。まだ疑っとるっていうか何十年やってんだけど、ムイ君だけはね俺の占いを全く信用しないのよ、能力を。相方なのにね、うん、あの信用しなかったらなかんで。だからさあ次は第3弾。第3、欲張りな女なんですよ。人間は欲深いですから。石の回転が速いと何結果は早く出るの、うん、それはそういうわけでもない。いや、一番強いっていう意味、要するに一番叶いやすくて、叶いやすいっていうか、要は職場の会社の中っていう、もうなんちゅうの、結婚できますかじゃん。結婚の男性は現れますかだったら迷うけど、うっすらと。だから会社の中でっていう、もう固定されとるわけや、うんうんうん、そうした時に反応したわけや。だから会社の中にその少女 A が水木ちゃん、うん、水木ちゃんが好きな人がいるということだよ。私が好きなの、向こうも好き、向こうが好きなの、まず、今ももう現在ってこと。現在も顔は合ってると思う。全く分かんない。意識してないけど、向こうも声かけたいんだけどなかなか上司やし。上司？あなたが。あ、そういうことってこと？下ってこと？そうじゃない。本当にあの人なのかな？わからん。まあ、とりあえず第3弾いきましょう。はい。ちなみに年下って言われて、その年下自体はありなの？恋人の選択肢。あり。ありです。じゃあ問題ないな。問題ない。もういい年だから。いやいや、そう変わらんでな。ほーん。へぇ。では次、3番目。3つ目。これはどっち？こっちは右で行こうかな、俺。はい。で、この重みを感じてください。うん、どう？いや、分かんなかった。ちょっと重いぐらい？そう、もう一回やってみようか。面白いぞ。じゃあもう一回いくよ。じゃあこの重さを全部下ろした方がいいか。どう？うん。ね。ちょっと待って、今が一番軽いよ。やっぱし？うん。いいじゃない。じゃあ集中してください。あ、反応早い。メイ君って俺動いとる？メイ？どうだろうね、動いてないように見えるんだけどね。嘘、エロ考えてんな。質問大雑把いな。書き方範囲広い？広いかも。ちょっとこれいかんかも。すげえ感覚広く取ってる。感覚っていうか範囲が広いかもな、今思えば。すげえ
どっちに行こうかすげえ悩んどるのこいつ。心の中でさ、うん、もう少し自分の思っとることを範囲をもうちょっと狭めてみて。この範囲さ、うん、私はって言いながら、うん、その願い事言ってみて。あ、来た。来た。考え中だね、どうしても。いや、これ、私が良くないかもしれない。書き方がかなり範囲広いぞ、これ。止まり始めとる。あ、来たわ。すげえ重い。縮小した今。縮小って何？あ、した。かなり？かなり、うん、でも結構大雑把な言い方かも、今思うと。すげえ大雑把。でもだんだん縦横振りから縦振りに変わり始めとるで。左回りに始めたか。そう、手がしびれてくるな。うわぁ、全然動きません。もうちょっと念じて。おかしいな、反応しない。これはね、多分ダメなやつだよ。答え見たら多分そう言うと思う。一旦中止する感じ。一旦中止しようか。触れなかった。うん、止めました。ちょっとこれはね、質問にちょっと疑問があるかもしれない。質問が良くないやつですね、これはね。さあ、だから質問がいいやつと悪いやつでちょっと一回見てみましょう。季節してとれた。何これ、運気が下がるってこと。これだよ、私が言いたかったの。でもこの大作家が言いたかったから、これ書いてある。見せかけて。すいません、こう大作家。ちょっと見て、これは幅広いわね、ごめん、わからないから説明を求めます。つまりどういうことだい。要するに今年からになったのやで。うん、そもそも大作界って何ですか。要はめちゃ運気が悪いっていう。今年が、今年、私の、私の、だから私をつけてって言ったんや。ああ、ほんとにビビったでしょ。なんで私が、なんで私がつけてほしいっていうの。うん、なんかもうこの多分これもざっくりしすぎてるから、ちょっと違う、もうこれを書いた時点でもアウトなんやって。ダメなんだ。うん、そういうこと書いちゃダメなんだね。そう、このこれ、この占いで言われたの。占いでっていうか、よくあるんだよ、六星占術。六星占術ってあのあれでしょ、細木和子、細木和子がやってる。そう、
でもそれを見てからどうとかじゃないんだけど、なんかそういう風に誠実では今年から大行楽めちゃくちゃ幅広いぞ。怒られちゃった。だから俺私がって言った、私がをつけてほしかったんや、うん、私がつけても反応しないで、おかしいなと思ったんやって俺。こういう書き方はダメですよ。こういう書き方はね、幅広すぎる。今年からになってますから。運気もダメですよ。何の運気か書かないと。逆にこれじゃあどう書くのが正解なんですか、このお願い事だと。本当に要は今年からこれなしだったらよかったのかもしれんな。これでも結構広くない？じゃあさ、うん、いいや、もう一回やろう。じゃあこの3番の下に、うん、運気、運気っていうやつだから、要するに、ま、大きく丸を書いて、うん、上に運気って書いて、まず運気って、大きな丸を書いて、小さいよそれ、やり直し。おもっと大きい、まあいいや、ここにまずさ運気って書いて、運気、うん、よし、 OK。 そしたらここにもうまず最初に、うん、運気でも 何をあげてほしいかを書いて、まずあげてほしいもの、うん、運気をその第三課っていう、その一番悪い運気を向上でいいや。運気向上はいつ頃、3月なら3月から運気向上にしたい、なります。3月から運気向上にしたい、したい、そうやって書いていい、うん。じゃああとは俺何周りか見ない。願いが叶うならこの周りの方向で。そう、はい、これまた封筒に入れる感じですね。封筒にも入れてもいいし、あ、左でいこうか。おお、それはなぜ、え、何か感じた？感じた、左手っていう。じゃあ左手でいこうか。こっちの方がいい、裏、こっち、うん、そうだね。またこれを感じさせてあげないと。いくよ、ちょっと待って、このまま上げといてこう。鉄の重みが来る。重み覚えた？どう？分かんなくなっちゃった。何か行こうか。どう？軽い。本当？じゃあ行くよ。どう？重い。重く感じるかすかに。重い。いけるね、じゃあ。これ本当ですからね、皆さんね、本当にね、これね、言わせてないですから、俺。うん。本当に。脅してもいないですから。いくよ、じゃあ、念じてね。うん、決まったな。まだ迷う。最初左臭くなかったの。うん、時計回りになっちゃった。すごい。
完全だな、もうこれ。うん。ああ。念頭見ていいよ。念止まったね。これ念が出せない人もいるのかな。あんまりいない。願ってれば。願ってればな、取ってくれる。だからこの重みを感じる、軽い思いが感じてるっていうことは、今僕と誰だった？みずきちゃん。みずきちゃんがつながってるっていうこと。これ一回この重さ、うん、さっきの重さと覚えてどう？さっき、うん、さっき持った重みと、え、わかんない。やお、ちょっと重い。さっきよりか重くなってるでしょ。うん。さあ、これが嘘か本当かは視聴者さんの、これをやりたいな、経験してみたいなと思う人はここに、ここに水木も出してよ。ここに送ってチャンネル登録してね。違うよ、まだだよ。まだ結果発表してないじゃん。さあ、結果発表しましょう。結果発表、何までやった？最初、左だったの。左やったよね。ほんで右に変わったんだよな。そう。でも、うん、前見たみたいにすごい大きな振り方じゃなかったから、うん、ちょっと弱いのかなって感じた。そう。そしたら急に変わったで、うん、さあ答えを見せてください。3月から運気が、お、すげえやん。そう、すげえ運気上がる。左から右に変わったっていうことは、形勢逆転した。皆さん見てください、これ。こういうふうに書くと、こういうふうにきっかりチェスイエーイどうですか皆さん、これが僕の、どうだろう、科学で証明されたことをしてるやり方なんです、このダウジング。さあ、これが本物なのか嘘なのか、皆さん、もしあれやったら来てやってみてください。水木どうだった？いや、なんか自信ない、最初自信ないなって思ったけど、うん、右、自分が右回りって書いて、うん、右に行くとなんかちょっと自信出てくる、背中押されるような。そうそうそう、嬉しいって思う。最初左の時にすごい、なんかすごい、左なんだっていうすげえ残念が伝わってきたんだけど、残念だって、なんかため息つきそうになっちゃったけど、そしたら急に縦に触れたから、触れたとか、あれと思って、俺もびっくりした。なんで縦に振り始めるんやと思ったもんで、しかも早いってなんか言ったよね、うん、それで反応が早いと思ったんやって、マジかってなっちゃったけど、でも3月からっていう決めたから、これはもう3月からなのか運気が上がると思う。今はもうちょっとやばいかもしれんけど、やばいの？3月からは絶対いい運気で、自分が思うようにいくんじゃない？ただ仕事運だけが、うん、5ヶ月以内にちょっと、あ、嫌だなっていうのが来るけど、この向上がしとるから多分自分のいい方向に行くはず。行きます。当たりましたよ。まだ当たったかどうかはその3月にならないと分かんないってことか。そう、だからこれは当たってほしいっていう願いも置いとこうよ。これ置いとくわ。はい、持ってるか。うん、持ってる、うん、ちょっとお守りにして生活する。これで以上、ダウジングの占いをやってみ、占いの、まあ、ダウジングの研究をしてみました。この動画を見てインチキかインチキじゃないかは視聴者さん決めてください。コメント待ってます。待ってます。水木も待ってますから。待ってます。めっちゃ可愛い子ですよ。どうも、終わりました。はい、終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？どうでしたは、まあ、うまくいったな俺。そうですね、あの一番なんていうの、あの
撮影して驚いたのは、あの3回目だったかな、うまく回らんかもみたいな、そのお願い事が幅広すぎて うまく対応できなかった的なやつ、うん、あの要はお願い事の仕方次第であのちゃんと動かないっていうのも撮りたいなって撮影前に言ってたんだけど、季節してそれが撮れた、あのなんかそれだから一番でかかった正直。あれは本当に幅広いな広すぎるわあれは。なんだっけ、六星星術のなんたらかんたらで、そう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 、六星星術すら俺知らんかったのに。なんかはずっとね、もう本当に見たでしょ、あんな感じで、あれもすごいだろ、右から左に変えろ、変えてっていうあの能力を使うという、ああ右手から左手に変えてその、うん、占いをやってみようっていう、そのそれは恋愛だったという。どんなお願い事だったら左になるんですか。知らん。で恋愛事以外になんかあるんじゃないですか。恋愛事だったら左っていうか、他にもなんか左手の方が測りやすいような、ほとんど左が多いんやったけど、今回のやつは右が多かったから右にしただけで。じゃあ無意が相談者で金運上げたいって言ったら左手右手、左手に行く、うん、健康運は、健康運は右で行く。あ、おお、うん、仕事運か、仕事運は金運なのか、仕事運も金運には入らない、仕事運は金運じゃないから右だね。なかなか難しいね、たりちゃんとあの 紙を書いて僕は見ずにやって、はい、何も知らずにやっとるだけです。はい、そこは皆さんも分かったと思います。それをこれであなたたちが、視聴者さんたちが信用するか信用しないか。まあでもね、その占いこんな感じのもできるよっていう、それでそう占いでこういうこともできるし、ね、手首を持ってもできるし、うん、でこれを次は視聴者の皆さんにゲストとして来てもらってやる感じ。あれだね、心霊スポット行くのといい、ゲストに頼りきりだね。本当だよな。本当皆さん今回の動画を見て、ちょっとね、自分もやってみたいな、チャレンジして、目の前でやってもらいたいなと思う人は、V の DM に。僕の DM でも構いません、全然 OK です。うん、早ければ3月、遅くても4月ぐらいにはなんか1回はやりたいな。暖かくなってからだな、寒いもんよ俺今、もう出てくねえもん寒くて。3月はまだ寒いか。だけど言っとくけど、この狭い空間ですからね。ここうん、軽トラの後部座席的な、後部座席でやるか、あったかくなったら外にカーテン引いてやれますけど、テーブルと椅子を置いて、それが今考え中、やっと旗作って、まあ、これだけで丸1日かかるから、まあ4月までには何とか目処立てますもんで。そうですね、うん、あのちまちまとなんかいろいろなんていうの準備してはいるので、そう、はい、してますもんで、テーブルがないでラーメンはまだ食えないんですよ。そう、ここでな、ほんとラーメンみんなで食えたらな、3人ぐらい、3人しか、もう4人入ったらうぜえな。いいよ、もう外で食ってるから、その、そうなったらみんなで外だよ。だからほんと皆さん、今回の見たそのダウジングはもうね、信じるもよし、信じないもよし、だけど僕らはあくまでも心霊スポットで幽霊探索、うん、そして皆さんが幽霊を見えるよとか感じるとか体感できるようなことはしていくつもりでいます。これからも、やっていくつもりでおります。これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、バイバイ。バイバイ。